コロナ禍が始まり、世界中のビジネスにおいて様々な課題が現れた中で、我々も新たなチャレンジと向き合う必要がありました。プライベートにおける生活が変わったのと同時に、働き方にも大きな影響が出ました。当社も13万9000人の従業員のリモートワークをサポートしながら、彼らの健康や安全を確保する必要がありました。 NTT データにおいて、社員は価値創出のための源泉であり、最も重要な財産です。だからこそ、新型コロナ禍の中で社員の安全の確保に力を注いできました。ワクチンの職域接種はその取り組みの一つです。職域接種プログラムの実施にあたり、たった2週間でサービスのワクチンアドミニストレーションマネジメントを活用したデジタルプラットフォームを立ち上げました。職域接種の予約からワクチンの在庫管理まで簡単に管理できます。そして貴重なワクチンを余らせないマネジメントになっています。しかし、実現にあたってはいくつもの課題がありました。今回サービスナウとの協力によって、それらの課題を乗り越えることができました。1フェーズのたった7日間で数千人の従業員がワクチン接種を受けることができ、多くの従業員にとって働く上でより良いコラボレーションが実現できるようになりました。そしてサービスナオ HR サービスデリバリーとマイクロソフト Teams を連携した EX ポータルを構築して、新しい従業員体験を実現できるようになります。リモートオフィスで働いている従業員のコラボレーションはスムーズになります。いつでもどこにいても簡単に社内情報を見ることができます。またデジタルツールの活用により、リモート環境においても効率よくチームで仕事を進めることができます。ワクチン接種もチーム会議の前に受けることができました。サービスナウとの協力により、ニューノーマル時代に対応した新たな働き方を実現し、従業員の安全とともに優れた従業員体験を実現してまいります。